今日2月の中旬なんですけども、昨日、渓流の解禁があった場所、に今向かっています。日曜日解禁、放流もしてると思うんですけど、解禁日の翌日の月曜日、になります。ご覧の通り、最高の釣り日和になってます。で、集合時間に遅れまして、現地集合というふうで、今彫刻会のメンバーと、一緒に、釣り場まで向かっている感じになります。と気温が今日は多分1度ぐらいまでしか上がらないので、かなり釣りはしにくい状況で、魚の活性も低いと思うんですけど、放流も機能してると思うので、まあ、そういう魚もそうですし、越冬した魚、昨日、違うところで、尺のイワナも釣れてるみたいなんで、昨日も寒かったんで、今日もそういう魚チャンスはあるんじゃないかなと思います。一応4人で、本流をメインに、釣っていきたいと思ってます。誰でもいいんで一匹映像に残せれば、もうそれで大満足かなと思います。早くば僕が一匹釣れれば一番いいかなと思ってます。寒いんですけど事故ないように、行ってきたいと思います。あー綺麗、めっちゃ綺麗じゃん。川が凍っております。まんま凍っとんじゃん。もう GoPro の電池がもう絶望的ですね。撮りました。撮っていきましょうか。釣れた。あそこいそう。ああいそういそう。ああいうとこいそう。凍りました。いや今日は凍りますね。だいぶ積もってきましたね。今のところ魚は、一回も見かけていませんね。園庭まで行って、魚は一回も見てないので、ちょっと支流に行ってみたいと思います。だいぶ気温は落ち着いた感じです。体は別に寒くないですね。でもガイドは凍っちゃうので、ちょっと釣りはしにくいですね。結構水量ありますね。滝、すでにちょっと滝っぽいですもんね。食ってくる元気があるかどうかですからね。はい、雰囲気は、はい、ないっすね。ないっすね。いやー最高だな。すげえ。
わお。お、怖い。そこが、そこが、そこ足で置けるね。ここから普通に行けるよ。どうぞ。こっからそのまま落ちないね。ナイス。おすげえ、すげえ。うわ怖っ。これやってるからいけるかな。なんでこんな球ないんだよ。ねえ、ゴロゴロになった。ええや、ういええや。うわー怖いな。ここちょっと一旦カメラをしまおう。ちょっと無理せんでください。出たすぎじゃない。そうですね、餌でしつこくしつこくやってなんとか釣れるっていうレベルですね。まあ偉いですね。雪がなくても偉そうだけど。頑張る若者。ロープある。あいつソールも剥がれてる。で右行って右。キャンプ。じゃあ下流。飯食って。そうっすね。腹減った。はい、ああ。厳しいね、やっぱり。厳しいよ。雪でしたね。よ、川の中もよう見えんの。こんだけ雪降っとると。うわー滑る滑る。痛い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 。うわー痛い痛い。いっぱ。ああ顔は降りてない。ああ行った。ああ痛い。あの矢崎めちゃめちゃ石が滑るもんで気をつけて。あー痛い。あー痛い痛い痛い。釣れませんね。釣れませんね。釣れねーなー。本当に分かってはいたけど。遅かった。はい、帰ります。よいしょ。